複雑系の科学に関連する各分野の組織的相関。複雑系科学の記事では複雑系に関する科学について扱う。複雑系のモデルから得られる方程式というのは一般的に統計力学、情報理論、非線形力学などの周辺において研究が展開され、基本的に複雑であると考えられてきた自然界における系の組織化が存在するものの、 予測不可能な挙動を表すものである。これらの形の物理的特徴は定まっておらず、それゆえ、このような形といった時には、現象を記述する数学モデルのことを指すのであって、モデルが表す不確定な物理学的対象のことではないとするのが普通である。このような形をモデルを用いた研究を行う分野は、計算機科学、生物学、経済学、物理学、科学、 他多岐にわたる、特にこのような系に主眼を置いた研究を総称する、故障として複雑系理論、複雑性科学、複雑系の研究、複雑性の科学、非平衡物理学、歴史物理学などがある。また、様々な抽象複雑系が数学の一部として研究されている。複雑系に関する主要な問題は、それらの系の形式的な数理モデル化とシミュレーションの 困難さにある。このような側面からいくつもの異なる研究の文脈で、それぞれ異なった積み重ねの上に複雑系が定義されている。すべての複雑系が多くの相互に関連する要素を持つことから、ネットワーク科学やネットワーク理論が複雑系の研究の重要な側面となりうる。今のところ、複雑系とは何であるかということの一つの普遍的な定義というのは意見の一致を見る。 ものではない。方程式によって表されるさほど有用でない形について複雑系を用いた童貞発見、設計、相互関係に対する様々な語り口や方法が用いられる。複雑系の手法を用いたより大きな視点での統制や方法論はインスイクロープディアオブアースに見つかる。人工生命シミュレーターブレーベでプログラムした。 ブライテンベルグシミュレーション複雑系の数理モデルを用いた研究は、それまでの科学が提供してきた伝統的な力学的概念では、十分に説明のできない多くの現象に対して行われる。従って複雑系の数理は、人類学、人工知能、人工生命、科学、計算機科学、経済学、進化的計算、地震予知、気象学、分子生物学、 神経科学、物理学、心理学、社会学等を含む多様な分野における問題に対する広範な研究手法を包含する言葉として用いられる。こうした努力の中で科学者はしばしば複雑現象を導くような単純な非線形カップリング規則を探求したがそういうことが必要とされない場面もあった。人間社会は 要素もその相互作用も単純でない複雑系であるにもかかわらず複雑系の多くの特質を表す。ここで振り返っておきたいのは非線形系が必ずしも複雑系モデルの特徴を示すわけではないということである。実際、不安定な平行やある種の生物学的、社会学的、経済学的な系の進化の過程に関わるマクロ分析は変数のパラメータが 相互に依存し合うようなものであるにもかかわらず、線形方程式形を用いても有効に実施することができる。工学は伝統的に小さな節度に対するものに考えを絞ってはいた。ものの、非線形問題の解決に地道を挙げてきた。線形形が表すのは安定制御の一般手法や解析が存在するような形の主なクラスである。しかし、多くの物理学的な形は、 本質的な意味での複雑系であって、このようなものに対する実用工学は複雑系の研究の一要素に含まれざるを得ない。情報理論は、オブジェクト思考設計の概念を通じて、あるいは、任意の系の進化の過程に対しての組織化と乱れの概念の停止期化を通して、複雑的応系に良い応用がある。複雑性の科学は、部分が系の全体としての挙動に、 どのような関係性を持つのか、どのように系が相互にあるいは、それが属する環境に関係性を持つのか、といったことに関して研究する科学に対する新しい手法である。塩沢義則の複雑系経済学入問第二部は、複雑系の思想の簡略な外観となっている。最も初期の現代的な複雑系の理論の先駆けは、スコットランド啓蒙主義の古典政治経済学に、 求めることができる。それによれば、市場系の秩序は人間活動の結果でありながら、どの人間の意図とも外れるという意味で自発的である。オーストリア学派によって19世紀から20世紀初頭にかけて分散した知識の概念とともに、経済計算問題が展開され、当時有力であったケインズ経済学に対する論争の日に油を注いだ。この論争は、 計算の複雑性問題の研究のために、とりわけ経済学者、政治学者、あるいはそれ以外の組織が主導してなされたものである。この分野の開拓は、カール・ポパーやウォーレン・ウィーバーの業績に刺激を受けて、ノーベル経済学賞受賞者で、哲学者のフリードリヒ・ハイエクが、その研究の大部分を捧げる形で、20世紀前半から後半にかけて、 複雑現象の研究のために行われた。彼の仕事が人間経済に対して適用されることはなかったが、心理学、生物学、サイバネティックスなどの多分野への思い切った応用がなされている。グレゴリー・ベートソンは人類学とシステム論との橋渡しを確立する重要な役割を果たした。彼は文化の一部分と生態学との相互によく似た機能を見出している。 さらにスティーブン・ストロガッツはシンクで10年かそれくらいごとに大きな理論がやってくる。それは同じような野望の成果でありしばしば不気味に聞こえるシーネームを振りかざす。1960年代のそれはサイバネティックスであり、1970年代はカタストルフ理論である。その後1980年代にカオス理論が1990年代には 複雑性理論が登場したと述べた。その後の複雑さの科学的探求は自然科学や社会科学と結びついて統一科学と呼ばれる試みになっていくのが2000年一桁台である。業態や買収が複雑性を増すにつれ、事業体や政府は大規模収集システムの運用に効果的な方法を模索している。FCS のようなシステムは 相互に予測不能な相互関係の網の上に存在している。買収がよりネットワーク中心で複雑になるにつれて、事業は複雑さを統制する方法を模索することを迫られ、一方、政府は柔軟性と弾力性を保障する、効果的な統治を提供することを試みる。複雑的応計のモデル化、ハイエクの初期の複雑性理論への主な貢献の一つに、 人間の単純系の挙動を予測する能力と、モデル化を通して複雑系の挙動を予測する能力と区別したことが挙げられる。彼は、経済学や一般の複雑現象の科学は、物理学のように本質的に単純な現象を扱う、科学に由来するモデル化はできないであろうと信じた。ハイエクの特筆すべき説明として、非複雑現象がべてをつまびらかに予測できるのと、比べ、 複雑現象はモデル化を通してパターンが予測できるのみであるというものがある。複雑性理論はカオス理論に根ざしており、その起源は19世紀のフランス人数学者アンリ・ポワンカレの研究に求めることができる。カオスは時に秩序を持たないものというよりも極めて込み入った情報として理解されることがある。この点はカオスにはまだ決定論的な側面が残っているという、 観点が垣間見える。すなわち、初期条件の完全な情報と作用の仕方が分かっているならば、その作用が引き起こす結果は、カオス理論において予測可能である。これにことを唱えるのが、イリアプリ個人で、複雑性は非決定論的で、未来における挙動をきちんと予測するための、いかなる方法も存在しない。複雑性の理論における、創発性は、それが属する領域が、 決定論的な秩序と確率論的な乱雑さとの中間にあるということを示すものになっている。このことを指してカオスの変遠ということがある。ローレンツアトラクターの奇跡複雑系の解析に際して、例えば初期条件に対する鋭敏性などはそれが強く問題となるカオス理論における重要性ほどには重い問題ではない。コランダーの弁を借りれば複雑性の研究は カオスの対極にある複雑性の研究は非常に大きな数の極めて複雑で動的な関係性の集合体がいかに単純な振る舞いのパターンを発生させることができるかあるいはどれほど比較的小さな数の非線形な相互作用からそれが得られるかといったことを扱うものである。したがってカオス力学系と複雑系との主な違いというのはその履歴であるということになる。 複雑系は履歴に強く依存するが、カオス力学系は履歴によるものでない。カオス的挙動というのは、カオス的な秩序を持った平行状態へ系を導くものである。他方で複雑系は、カオスの変異において、平行状態から遠ざかる方向へ展開する。複雑系の展開は、非可逆で予期しない事象からなる履歴によって、臨界状態を形作る。この意味で、 カオス系を履歴依存性を持たないという特徴を持った複雑系の一種として見ることもできる。現実の多くの複雑系は実用に耐えうる期間あるいは有限だが十分長い時間において剣道であるけれども、それらが系の全体性を維持しつつも急激な質的変化を起こす性質を持ちうる可能性は残されている。これは変形に関する比喩によるよりも、 メタモルフォシスを例に取る方がわかりよいかもしれない。学会、研究センター、研究思想の他、ありがとうございます。